旅は長く遠く肩の荷重く時に耐えかねて涙を拭けば胸の奥に熱く何かが騒いだあの一目どなく溢れた夢さ懐かしい人が遥かな日々が時の流れ越えてほら眠る旅路さ懐かしい人が遥かな日々が時の流れ越えてほら巡る旅路さ新橋横浜間の鉄道工事の主なものは汐留品川間の海面の埋め立て工事6号川に架ける木橋工事神奈川台の切り取り工事神奈川駅から終点桜木町までの間の海面埋め立て工事である全線の勾配は100分の1以下途中駅は品川川崎鶴見神奈川そして始発点と終点の新橋と横浜の駅は石造り2階建ての建築であった工事量の計算をやり直せまずいまずい見ろ一目瞭然じゃないか妊婦の割り当ての均衡が取れてないどういうわけだレールの施設に妊婦がだぶついているのは何だあ枕木私は柱かと思ったバカ野郎枕木にカンナをかけるとはどういうわけだ誰の指図だ I'm doing this work.何事でイギリスでは枕木にカンナをかけるのですか I know what I'm doing. いや君は言った言わなかったとは言わせないそのような恥知らずは貴様の祖国では通らないはずだだったら日本でも通らない君たちは日本人を馬鹿にしているそれはないねそれはイギリス人と日本人の能力の問題ね証拠があるあなたたちは枕木に松を指定したそうですねそうですなぜ枕木に松を選んだのです松はその性質上腐りが早い枕木には向かないいや世界には松を使っている国もある君たちは我々に余分な金を使わせたいのそういうことを意識的にやっている Take it back その言葉は我々に対しての侮辱です撤回しなさい撤回などしない Take it back
我々は日本政府から君たちを指導する権限を与えられている。そういう態度は問題ですぞ。悔しかったら日本人だけでやれるようになりたまえ。蒸気の工事場ってどこ？この道をどこまでもいらっしゃいまし、五条ほどで行き着きます。岡蒸気のご見物ですか？人を探しに逃げた男をね、大阪くんだりから外れた、うん、見つかるとようございますね。いいか悪いかわかんないけど、お待ちください。工事現場は埃がひどうございます。これ使い古しですけど紙が汚れます。ありがとう。あんたいい人だね。岡蒸気の見学会尋ね人ですって。男の人探してるんだって。かわいそうに、なんだか人事のように思えなくって。じゃあお前さんと同じ口じゃねえか。横浜で見かけたって本当にうちの人だったのかしら。一年も経つとだんだん雲をつかむみたいで、なんだか見当もつかなくなっちまった。どこ行ってたの？ケーキお昼も食べないで。岡蒸気なんか見に行ってたんじゃないだろうな。見に行かないよ。そうだよ、あら馬車屋の仇だからな。行き合ったらかまうことね、石かなんかバーンって作ってやんな。いいな。うん。おお、ベッキー、まひでもいいで笑ってちょうだいよ。ああ、よかった男にまとめやって、乗ってろ。いい眺めだな。よよ、誇ると余計色っぽいぜ。こいや、かわいがってやら、どこの店だ。あ、ありがとね、この甘。いえい、これが岡蒸気だ。イギリスはバルカンファウンドリー社製造、馬力は300馬力。この胴体の中には石炭と水がいっぱい入っとる。いやい、今にハッハッって息して動き出すから。子供だね、あんた。おみちゃん、岡蒸気見物に来たんじゃなかったのか。子供だましに用事はないさ。私が探してるのはね、山犬さ。山犬？こんなところにか。山犬みたいに強い男、赤鞘の刀が目印だけども、あんた見かけなかった？ははは、侍か、その山犬殿は。そのつもりだろ、負け犬のくせしやがって。おーい、犬殿だぞ。で、姉さんはその人のおかみさんかい？女房だったら2年も追いかけやしないよ。なるほど。しかし因果な男だな。なんだって、ちょっと。おっと、ま、うまくやってくれや、山猫の姉さん。Edward!
赤鞘や、うん、赤い鞘の刀を持って他に男が二人金魚のうんこみたいに繋がってたもんだけど、その三人連れなんだ。この工事場にいるはずなんだよ。岡城記目の敵にしてんだから、その赤鞘の人は。名前は侍崩れだな。あいつか、それとも旗本かい。見たんだね、赤鞘。そうだろ、ここにいるんだね。あ、よかった。お前、そいつの名前なんて言うんだ。山犬さ。もっこにならねえちゃすりむけんだ。一目行ってけて心配しろや。ああ、何の薬じゃ。薬じゃねえよ、ただの強さ。今にここがタコになる。そうなれば土方は一人前だ。死んじゃねえか。確か三人親衛がいるはずだが。おい、誰だ。そこは俺の寝床だぞ、この野郎。ああ、その方たち三人、取り調べの儀が本所へ堂々いたせ。ああ、貴様はもっと八丁ぶりか。居損なうな。貴族相良新平、貴様ら不条役人に調べられる筋じゃねえ。黙れ。貴様ら三人、昨夜イギリス人技師に狼藉を働いただろうが、証拠はある。中鞘だ。てめえは薩長の手先だと思ったら血統の提灯持ちまでやんのか。神妙にしろ。面白い。それじゃあこの赤鞘の切れ味も見せてやろうじゃないか。さよう。さよう。さよう。井上様だぞ。佐久間さん、昨夜の一件はイギリス人側からの申し入れで沙汰になりました。そもそもはイギリス人技師の酔った挙句の推挙だそうでな。よっていずれもお咎めなし。お引き取りください。そんないや。待て。そっちいなくてもこっちに文句があるんだ。そこのご人、鉄道頭井上勝殿とも言ってた。折り入って申し上げたいことがある。元ご公儀外国係、小笠原生の神をご存知だろう。まさか知らぬとはやさんぞ。すぐる慶応3年、アメリカ公使館主席アルセポルトメンに生の神様が与えた鉄道建設免許、貴様らが作望して保護にしてしまった。天皇神聖の名を借りて、実は政治を私せんとする薩長の安原、鉄道不設の事業においてしかりだ。貴様らイギリス政府と結託して政治を欲しいままにした。言い抜きはできまい。私は小笠原生の神の寺井相良新平、主君に代わり神明にかけて貴様たちの企みを正しくします。なかったか。鉄道は金輪際できん。俺の目の黒いうちは岡城記を走らせるわけにはいかんのだ。待て。一言挨拶あって叱るべきじゃないのか、卑怯者。いい、佐久間君。お前それ見せるんじゃない、バカが。なんだ貴様。ご覧の通りの土方だ。え、お前言ったのこら。大人げね、相手も素手じゃありませんか。この一番にて本日の打ち止め。ああ、どっちだどっちだどっちだ、どっちにかける。
相模屋政五郎が預かる。お二人とも手を引いてくれ。なに、お互い様芸もねえことで。よ、赤向けの兄、ほら見ましたぜ。すげえんだな、頼むぜこれから。よ、県民力いない。からご入来とはね。もう入んなさいよ、棒みたいに立ってないで。お兄さん、管理してくださいね。ちょっとお嬢さん、若くて器用よ、探してみて。すいませんね。ダメだよ。もう酒だ酒だ。もうよしよ。もう極楽だ。おう、お前さん、大阪からうまいこと行方をくらましたつもりだったろうけど、私はちゃんと分かってんだ。においでね、この人はね、あたいから逃げよったってそうはいかないのさ。嬉しかった。今ね、お前さんの顔いきなり見たときさ、おい、何したの。俺、地獄浜地獄浜に徳川崩れの山犬か。いい取り合わせ。相変わらずの具合でしたね。気が済んだ。どうせ、どうせったら。もっと打ちよ。さあ、ぶったらいいだろう。もうやめなよ、よさん。いいのよ。ちゃんと飲み込んでんだから。この人はあたいが憎いんだよ。憎くて憎くて仕方がないんだから。そうだろう。いいんだよ、いいんだよ。この人は引っ張らずに限るんだよ。あんなやつかい。お前さんが大阪組んだりから探していたレコは。もっといいよ、助かと思った。お前さんも一生いい目を見ないんだね。おや、見くびられたもんだね。3人のそば荒らしておいていいんですかい。浜の中をゴロゴロしやがって、示しがつかないよ、これじゃ。仕事の邪魔をするって抑えてるやつを、どっちが飛んだ。そうだ、打ち壊してみせると言ってた。相方、なんとかしてください。でねえと俺はもう懲罰つまらねえ。井上の旦那、なんともする。それが、困るんだ。何度もいかが計らいましょうかと申し上げることは、その度に捨てておけた。そ
遠いお人だ。やつは俺たちを脅かして飯の種に気をつけやんだ。よくある。そういった崩れを看板の嫌がらせ。いや、わからんぞ。それはなんとなくただの脅かしじゃない、わしはそう思う。というと？もしわしがあの三人だったら断固万難を排して鉄道工事をぶち壊してみせる。その辺のところは井上さんも腹をくくっておられるはずだ。それじゃあなぜ放っておかれる？おみちゃんには分かるまい。ご一心で負け戦に回った側の恨みつさみはおみちゃん方には分からん。だが井上さんは分かっておられる。急務だと言って鉄道建設に猛烈な反対をして、薩摩は一旦西郷となるともう一斉に西郷だからの。心中の虫、あの三人連れはいずれ手に負えなくなるぞ。のおこぼれでしてくるが、さくら新平の貢ぎよすぎにこの金を使いているが、親兄弟の敵など悔しくないのか貴様ら。ご一心の屈辱を忘れるな。分かってるわ。だからな、そのくれごたもたくさん東堂だって身に染みてます。新選組崩れが目の敵にされて追いまくられた。
わしのうちも実は長岡藩でな、あの城下町はご一心の戦で二度も丸焼けになって。おみちゃん、この人の言い方じゃないが本当に山犬だな。検査をするんじゃない。おい大久保、久保だ。どこだ佐久間。佐久間さん、今夜はお先に失礼します。ああ、いかんいかん、君がいなくちゃ話になる。お、逃すなよ。どうぞこちらへ。ああ、いたいた。邪魔ではないのか。まずいところに来たらしいな。座り込んでから何を言ってやがる。わしと井上をどうやって失脚させようか相談しとったんだよ。だが金と手間ばかり食って鉄道は一体いつ出来上がるんだ。土台工事計画っちゅうもんが立たんのじゃないか。ああ、わかった。鉄道工事で失脚させようというわけだ。モレルとかいうお雇い外国人が亡くなって、これからはいよいよ手探り仕事で大変だの。大久保さん、そう見くびったもんじゃない。予算もあれば労働力の効率の計算もちゃんと立てて。インドの新聞で見たんだがね、中インド鉄道の建設は20よりの間を6週間42日間で仕上げたそうだ。東京横浜間は何里だったかね。井上君、インドに比べりゃ日本は気候は温暖、地形も平坦だ。それにしちゃえらい手間取るじゃないか。いやいや、そんなにはかかるまい。なあ、井上君。おお、あと1年もありゃできるか。何、1年はかかるまい。というと年内にできるのか。よかよか。一応年内に仕上げてみせようたい。年内と言っても、12月も年のうちだからの。なんのなんの、9月ばい。9月にはできる。受けようてもよか。大熊さん、本当だな。9月に完成なんだもん。なんだお主。天下の大熊が口から出任せを言うとるとでも思うとるのか。おい、お前たち証人だぞ。岡城記は9月に開通じゃ。大熊がそう言うた。開通式を9月の何日にする。え、お前たちで決めろ。さあ、遠慮せんで言うてみ。私たちで決めていいの。姉ちゃん、お日がはお寺さんじゃないわよ。200頭かかるの日。あ、そう、いいかしら。ほんとか言うてみ。じゃあ9日、9月9日、菊の節句です。よし、決まった。いい日だ。9月9日はいい日だ。ポンタには後でご褒美をやるぞ。ご両所もご祝儀を出しにしちゃえ。いいのか、大熊君。これは妥協じゃないんだよ。もちろん。9月9日開通式、早速官報で交付する。今夜は前祝いだ。さあ、乾杯だ、乾杯。さあ、みんな、鉄道開通万歳。軽率です。軽率に決めることじゃない。そうか、軽率か。まあそういやそうじゃがな。まあやってみようたい。この負担は現場に来るんです。ただでさえ遅れている工事。まあ飲め。物は考えようたい。どう考えるんです。奪還する材料は何もない。そうかな。わしは今夜はうまくいった、そう思っとるがの。大久保と黒田とそれからもう一人、最後は蛇の充実こそ国家の急務というて鉄道に反対する急先鋒隊。その連中に嫌おうなしに日取りを決めさせた。
これで約束通りの日に岡城を走らせてみよう。もう連中には一言の文句も言わさんことになる。どうだ、それに世間がいっぺんに鉄道の味方になる。兵部省の反対意見など鼻も引っ掛けなくなる。これは大きいぞ。勝負あったというわけや。井上君、一つ万難を排して出かしてみてくれ。大熊はこの通り。それでしくじりゃ仕方がなか。井上君、その時は二人で腹でも切ろうだい。大熊さんには負けます。いつでも煙にまかりっぱなしで。おいおい、人聞きの悪か。わしはいつも大まともばい。どうですかね。井上君、こげな歌が流行ったの知っとるか。道はできたが蒸気車はまだかいな。道も車もでき次第、あできたらさんと乗れ、おかじょうきしょんがいな。9月9日と決定しました。はい、ヘイト。イエスト。ヘイジュース。イエスト。チームプレッシャー、自分強。オイラーイッテリー、タイヤーパワーイッド。Pass check. Tension up front.
この家の子だ。名前は七つのゴンベか。どうしてあんないたずらをしたんだ。と思ってたんじゃ家は帰れんぞ。どうしても言わねえな。言わなきゃ豚所へ突き出すぞ。ちょっこずは憎い小僧だ。おいよっしゃ、あいつはまだ子供じゃ。兄貴、毎日子供が死んだら兄貴だってそんなのんきなこと言ってられねえぜ。大丈夫だよな。よいしょ。はい坊主、今度お賀状金のしてやろうか。うん、そうか。やっぱりな、お前はお賀状金が大好きなんだろ。だからあんないたずらしたんだ。うん、あ、そうだよな。だから再会の若い衆が見たってんだよ。鉄道の方に行ったの。そんなはずはねえよ。ガチョウキなんか見に行くわけねえじゃねえかよ。わかって見たって言ってるんだろ。うるせえなお前は。暴力してんだお前はこの野郎。所詮所詮と軽蔑するな。今の団長官はみんな所詮。平吉、まあ、どちら様か存じませんがありがとうございました。なんでさ、早く降りなさい平吉。あんまり怒らんでおくりゃい。わしら馬が追って駅統合したんじゃな。約束したんだよな。うん、おみさんと男と男の。おお、そうじゃ。岡城気に乗せてるんだよな。子供はみんな強くて速いものが好きなんだよ。そういうもんなんだよな。こら、このガキは結局嘘つきあって。こら、堪忍して友蔵さん。え、こら、ねえ、堪忍して。なんじゃい、あてこするかい。文句があるならわしにはっきり言ってくれ。おめえみたいなのはご将来ってんだ。このうちの家業が何だか目に入れるのかよ。おめえらのな、早くて強い化け物のせいでどれぐらいの人間が泣いてんだか。面でも洗って出直してこい。すいません、悪い人じゃないんですけど。いや、謝るのはこっちです。申し訳ありません。あの、平吉を誘わないでいただきたいんです。私たち土佐の高地から出てきて行方知れずのうちの人探してるんです。ここで厄介になってるもんですから。わかりました。あの、どうか気を悪くなさらないでね。いらっしゃいませ。どうぞおかけください。どうぞおかけくださいませ。あ、君、こちらの皆さんで明日遠乗りをしたいとおっしゃる。で、馬車を1台と魚車を1人お借りした。いらっしゃいませ。お車のご用は明日でございますね。そう、一日と申しますと夕方まで。うん、あ、結構でございます。さあ、どうぞ。お断りだね。何を言い出すんだよおめえ。俺は昔からね、赤毛はできねえなんだよ。人間も犬もよ。It's the symbol of Japanese man. A symbol? It looks like a monkey's tail to me. Indian Chinese, they wear the same style. Oh. Bonjour. Hey!
んかご用で。まあお座んなさいな。これはどうごちそうさまです。あちらのお酒よ。No, I don't think so. Oh, it's not bad. All right. おいしいでしょう。いい香りですね。ねえ、これ欲しくない？おからかいになっちゃいけませんよ。あげるわよ。おとんなさいな。さ、その代わりに。そう来ると思ってたんだ。大したことじゃないのさ。そのまげ切ってよ。切っちゃダメよ兄さん。切るか切らないかってかけしてんだから。Oh, but you must promise not to tell. It's unfair. 切るわね。2両よ。兄さん、私たちの勝ちよ。One more.お願いね、よろしく。こんにちは、ありがとうね。三両よ。兄さん、しっかりして。ダメダメ、切らない切らない。ダメダメ。その頭とどう関わりが。五両見せぶらした上にな、負けを切らした奴がいるってことよ。なめんなこの野郎。五両くらいでな、負けの一つぐらい惜しくねえと思ってやんだろう。そういう面だよ、てめえの面、この野郎。そのいたずらの当人が鉄道の仕事に関わっておるというのか。てめえが平行らしてるな、エゲレス人で名前もちゃんと分かってんだら、チンドルって野郎だよ。そいつをこっちへ行ってこい。そいつの面の皮をひんむくまでな、俺はここも一歩も動かないぞ。来てこい、この野郎。出てこい、こっちを。どうぞ、待てよ。いいよ、お前は。野郎。カツアゲか。言ってくれたな、お。嫌がったな、お。カツアゲとは何だい、カツアゲとは。てめえらのやってることは何だい。押し込み棒ともう同然のことしやがって。いいよ、いいよ。ねえよな、と。俺が悪かったんだからよ。いいんだよ、野郎。このあんちゃんな、俺の構えにしぶらかしてみろ。どんな思いがするんだい。腹肩がはちぎれる思いがするんだよ。決めらんのそれがわからねえだろ、この野郎。さあ、やがりよって。なろ、よきろ、どうぞ。なろ、決めらんのわかんないんだよ。おう、くっしょ。やがましゃい、この野郎。またくっしょ。もう放免してやる。乗り合い馬車の御車、友蔵。32歳。この男に添いないな。いつでしたか？昨日じゃ。受け人は誰でございますか？うん、ちゃんと書いてある。東京市士族、相良新平。友蔵さんの受け人になったそうだが、何を企んでるんだ。友蔵さんを悪巧みに利用するのはやめてくれ。いいか、念を押しとくぞ。やめろ。建設に反対する動きは政治的見地からするものだけではなかった。鉄道沿線の地主、旅籠屋、人力車夫、乗り合い馬車屋など直接影響を受ける者が生活を脅かされる不安から、しばしば工事を妨害する行動に出た。静かにやれ。何だこれは。え、何だこれ。
ャール。変だね、おやさん。ゆうべは可愛がってもらったんだろ。やだね、思い出し笑いなんかして。あとでね、もっといいものをおごってもらうからね。うどんなんかじゃごまかされないんだから。じゃあ、何する？ちょっとオムライス。おっきいね。ねえ、金平さんっていい男だね。上手言ってる。ごめん。ごめん、こちらにおよって子いるだよね。いますけど、この人さなのは、エロだったら。おようさん、お客だよ。誰かしら、誰だろうね。お前さん、くら替えだよ。おとつい相良新平だっていろいろね。まあ、あっしは山田ってんだが、これもご縁だ。うちは貸したもんきれいにしてもらえば文句はないけどさ、もうとっくに話は決まってたんだってね。どうして一言相談してくれなかったんだい。あんまりいい気持ちはしないね。ねえ、すいません。神戸の福原だって。日本中不景気だったのに福原は繁盛してますね。東京からのが珍しいからきっと流行るよ、うん、これ下くれよ。チキンはもう旦那に。いつ立つんですか。しあさって向こうから迎えに来るから、その時あっしも一緒に。じゃあ、行くのよ、しあさって繁盛してるとこだって。それでいいの、およさん。お前さん、売り飛ばされたんだよ。平野山に猫の子かなんかみたいに。あの人だったらもうずっと腐れ縁なんだから。正気におなりよ。知れたいね。自分でもだらしがないったらあらしないわ、はあ、この前は高崎、もう一つ前は川越だったわね。三遍も変わったらびっくりしまうわ。惚れてるの？いやいや、そうじゃない。お葉さんのは惚れてるってんじゃない。わかんない。わかんないけど、性分なのよ、きっと。そのたんびに気を襲われるんだね、あの三品に。いじられたい性分なのね、私って。あんたを踏みつけにしてゲス扱いしやがって。旗本がなんだい、負け犬のくせに。罰当たり、よくも片輪にならないもんだ。もうそんなに悪く言わないでよ。例の件の探りを入れると言って候補者に言ってます。すぐ来るでしょう。薩長原の岡城旗を叩き潰すことをかの太陽に向かって誓う。
乱切り頭を叩いてみれば明快化の音がする。はい、あわよ、また明日な。あら、いつもお世話になります。いや、どう。いや、あ、キングマンさん。人を舐めてるとってひどい目で遭うよ。なんだ、酔っ払ってるのか。ああ、酔っ払ってるよ。酔っ払ってるし、優しさだよ。ああ、何すんだよ。ああ、ああ、悪ふざけはどうだよ。殺すじゃないぞ、殺すよ。なんとかいいよ。ああ、いつもの悪態言ってごらんよ。地獄は待って言ってごらん。なんだ、その地獄浜を抱きに来るお前は何なんだよ。徳川様だってね、お旗本だってね。ざまあみろめ、飛行を見つけにしやがって。なんだい、なんだよ、このざま、このざま、なんなんだい。今度あたいの番だよ。一緒に死んでもらうんだよ、あたいと。あなた、なんだよ、師匠。お前はあたいが憎くて憎くて仕方ないだろ。なんだってね、お店は女を扱うにはあんまりだぜ。どけ。ほっとくわけにはいかん。気に入らんだろうがな、この人はわしが預かる。勝手にしな。お前さん、お前さんってお前さん、借金はうちの親分が融通してくれた金できれいに済ました。お店はもう身軽だ。何も気にやまんでゆっくり養生して、よくなったらおばさんを手伝ってくれや。親方も心よく引き受けてくれましたから、早くよくなってね。こんなに大事にしてもらって、頼むったってどこも当てがなかったもんだから。一つよろしゅう。人ごとに思えなかったんですよ。男の勝手に騙されて散々苦労して、それでどうして思い切れないのかしらね。帰ってきたよ。おっと、友蔵さんはわしゃ苦手じゃ。けんのんけんのん。まあ、はよ元気になってくや。じゃ、はい、やって。まあ、かわいい女とさ。でわしゃからだもんな、財布だよ。頭がざ揃ったか。ええ、雲助から2人、人力車夫から2人、その他にもう1人、俺と合わせて計6人だ。爆裂弾は
任せておけ。抜かりはない。9月9日予定通り開通式だ。結婚は前の晩だ。いや、抜かんな。今晩、我が国鉄道の主線甲五わるを通過。よって明治5年9月9日、この行を開港し、その考慮万民英語の後に恵まんとす。明日はいよいよ開通式ですね。新兵の女はどうした？親分のおかげで。そうか、そりゃよかった。ところで近頃妊婦たちの様子がおかしいと思うが、おめどん。おかしいって言えば、金庫番の大久保を馬車屋の前で見かけました。馬車屋で？そうか。おい、何をしている？仕事だ。佐久さん、気のせいかもしれんが、土方妊婦たちの素振りがどうも腑に落ちんのだな。ちょうど今その話をしていたところだ。何か防御を凝らしているような、企んでいるようなではありませんか。やはりそうか。我々の顔を見ると急に話をやめる。どうも気な臭い。思い出すと四五日前だ。いや、もう10日ほどにもなる。それに普段は見かけねえ顔も混じってるらしいな。そう、そいつらは雲助とか馬車屋の下車といった連中だそうです。まさか電信線を切ったり線路をぶち壊したり。まさかとは思うが。その点は心配無用。汚染の見回りをいつもの倍も出した。倍も出したれば安心だが、佐々木さん、これはどうも面白くない。明日は開通式、今晩一晩、いや、あと20時間、何事もなければいいが。金庫番の方は、金をどうした？人足の金を奪って逃げた。旦那、おとなしくなしにしましょうぜ。寿命が縮まっちゃったぜ。ビクビクするんじゃねえよ。もうこうなったらこっちの勝ちさ。最高は流流面白くなるぜしかし見物でしたぜ。さっきの事務所のやつらの慌てっぷりは。今のお前たちの慌てっぷりもな。いずれにしろ筋書きが変わった。金庫番の大久保が金を奪って逃げたとなるとただ思うがままだ。いいか、今度はお前たちの番だ。容赦いらん。存分に暴れまくれ。かわいい奴らだ。いいなりになりやがる。よし、はい、来い。先の金大丈夫なんだろうな。金もらうか。静まれ静まれ。お前たちの言い分は分かっておる。だが心配無用だ。お前たちの賃金は必ず明日中に支払ってつかす。新政府の御用を務める公務省、嘘偽りは申さん。親方がその算段で東京へ行った。本番中には戻ってくる。騙されるな。銭は危険で見なきゃ分からねえんだ。ほら、そいつらの言うことが信じないものかい。俺ら今夜飲みてんだよ。バカ、酒は一日飲まんでも死にやせん。なんだって？おっしゃいましたね。飲まなくたって死なねって。プレブロけっ、なんだ飲む飲まねえ、こっちを買ってない。なんで分かるの？このどうも俺たち食ってる手に。聞かよ、聞かねえ。死ぬ道なんて切る。その分際でもう一遍申してみ。その分際やってもらうぞ。ジャバさん、あと頼むよ。
害の程度は、破壊された箇所は。さえわかりませんが、少なくも3箇所以上です。修復の手配は。はっ、早速。車を支度しろ。はい。大熊さんに報告してから行く。君は佐々木君に伝えてくれ。万難を排してから修復を遂げろ。はっ。でもダメだ。こいつらはもうテコでも動かねえってよ。俺たち今夜気分が悪いんだよ。お神がひいてるからね。そういうこと。お方は育児がねえんだよ。大三品、花でも切ったそうで。刀はどこへ落っことしてきたんだよ。さっきの伊勢はどうして。ご維新なんだぞ。そうそう、機械平等だ。店長様もそうおっしゃってたぜ。そうそう。これは面白い。筋書きより面白くなったぞ。この際、志向の心境を伺いたいな。こうなるのを待ってたんだ。志向が吠えづらかいて油汗流すのだ。なぜ笑うんだ。なぜだか言ってみろ。食の国の犬は太陽に向かって吠える。お主のようなバカな奴のことを言うのか。ここは横浜で踏んで構えた。金はもうこっちに向かってるんだ。そう。さあ、こっちで手をつけて仕事に出てくれ。うわぁ、こらぁ、やってや。兄貴、兄貴のためだ。そんなさんとやめることは。やい、やめろ。人も動くな。ちょっとでも動いてみろ、叩き切る。こら、行け、早く行け。はぁ、どう、うわぁ、うわぁ、
鉄道開業式のおめでただからな。それでおめえをぶち込んだのよ。わからねえな。俺何もしねえのによ。大丈夫だ。外国のお偉方の前でファッション便でもやらかすと思ったんだろうよ。お兄様だ。相良が行方不明になりました。おい、さ、大森の船宿に女と入るところを見届けて張り込んでいました。ところが夕べのうちに宿の者も知らぬうちにまんまと抜け出しやがって、野郎、初手からはめるつもりだったんです。それから、は、すぐに豚所に知らせて、大森から品川界隈を非常手配しましたが、消息なしか。は、申し訳ございません。それをお見せしろ。は、相馬さん販売の道具屋で、こんなものは火薬です。どうも爆裂弾を作ったと思われる痕跡があります。高輪の豚所からも応援を願って、鉄道沿線の警備を予定の倍に増やしました。それから界隈の立ち入り検問も強化しております。手配さえ十分なら安心というわけかね。はっ、いえ、決して。何を突っ立てるんだ。はい、私は何か。首でもここにたまえ。じゃあみんな、向こうで祝いだけをやってくれ。へい。佐久間様、何か尋ねたいことがある。お主も来てくれ。あ、じゃあこちらへ。爆裂弾、さよう。これにはまだ火薬は入っていないが、これを相良ですか。奴は井上様を憎んでいた。そればかりではない、実際に何度も我々の工事を妨害してきた。その男が国を挙げての祝日である今日の開通式になぜ姿を隠したのか。しかも爆裂弾を持って。まさか鎮帝様がお乗りになる岡城機。いや、相良新平ならやり遂げます。新平はそういう奴です。坂道を転がり落ちる火の輪のように燃え尽きるまで止まらない。佐久間さん、新平の行方については全く手がかりがないんですか。昨夜大森の船宿から女と一緒に姿をくらました。それからは消息もない。女と。何か手がかりは。いや、とにかく私はこのことを井上様にお知らせする。その方は手分けをして新平とその一味を探してくれ。承知しました。相馬さ、命に代えましても。じゃあ頼むぞ。へい。重大であります。万が一正常のお命に関わる恐れなしとはいたしません。明治5年9月12日、その日の鉄道開通式の大盛儀の次第は、朝第9時、正常陛下皇上ご質問、愚部の列本式の行走にて御幣を連ね、新橋鉄道館に行行、
第10時列車は新橋を発車。第11時横浜鉄道館に着よ。佐久間君、このことは誰にも口外してはならん。必ず列車を爆破すると決まったわけではあるまい。いたずらに騒ぎを大きくしてはならんのだ。いいな。はい。早く行かないと見られないってさ。過剰機なんて見たくないよ。いつも見たいって言ってたくせに。過剰機見に行くやつなんてバカだって友蔵さんが言ってたよ。かやちゃんは見たくないわ。ケーキ、俺たちお弁当持ってうち中みんな行くんだよ。行こう。ケーキ、ケーキ、今日はうちにいなきゃダメよ。人手が多いから外へ出たら危ないよ。母ちゃん、何？過剰気味に行っちゃいけない。ダメ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 よ。友蔵さんに叱られますよ。そんなこと言っちゃ。2人で仲良く遊んでなさいね。母ちゃん忙しいんだから。まだ戻らないのかい？どうな。現場、こいつが呼び出しかけた。だから心配してんじゃないの。心配すんなよ、お嬢さん。どっかでいい目を見てみる。なんだ、うん、なんだ、うん、友沢兄貴は寝たっきりだ。こっそり行ってみれば。じゃあお前、花からおかじおきよ、お前。兄貴の手相曲がりにこれ以上付き合ってたら文明海岸に乗り遅れてとんだ笑い物になるぜ。ゆっか出来て。あんな、家族は雨でも帰らな。内緒だよ、内緒だぞ。ケンチ、何おじさん、そこで座んな。おめえ、過剰気なんか見たくねえよな。見たくねえだろ。そっかそっか、いい子だ、いい子だよ。おじさんの仇だからな。おじさんの体こんなにしやがった憎いやつだからな。ケキチ、おめえもこの俺の恨み忘れんじゃねえぞ。いいな。女の名と分かりました。何でもおかみの話では男が女をおようと呼んでいたそうです。およう。ええ、確か新平にはわしゃ屋に住み込んでいるそういう名の色があったはず。今あんたはそっちを取りましたから。手はずは兼ねて打ち合わせた通りだ。重ねて申すが、第一は橋の爆破。たとえ邪魔だったが入っても構わず橋に向かって突進する。目先の敵に気を奪われて切り結んだりするな。爆破に成功したらちりぢりに逃げる。打ち合わせ先は総主大山神社。心得た。どうもろとも薩長の幹部。よし、そろそろ黒煙だ。当座のしのぎにでもしろ。もういい、帰れ。
帰ってくる気なんかないんだ。お願いだから死んじゃいけない。お前さん死んじゃいけない。お前さん、お前さん、どうしたんだ。あ、土偶の橋を見に行きました。白状ですね、さあ。あれだけあなたに尽くしてるんだから、せめて嘘でも優しい言葉の一つぐらいは。いらっしゃい。新兵はどこだ。どこにいるんだ。具合どうなの、友達さん。お洋さん、あんた今までどこに。涼介さん、さっきからあんたのこと待って。おみちゃんが知らんはずはない。頼む、教えてくれ。私あの人と別れたの。そう、つくづく愛想がつきたのね。白状で自分勝手で、女に優しいところなんてこれっぽっちもないの。お洋さん、昨夜大森の船宿からどこ行ったんだ。おみちゃんは今新平が何をやろうとしてるかよく知ってるはずだ。だからわしの顔がまともに見れんのじゃ。よう聞いてくれ、お洋さん。今新兵の企んでることが仮に思惑通りいったとしても、新兵の命は助からん。奴は確実に死ぬ。わしはあの男を助けたい。死なしたくない。だから言ってくれ、お洋さん、新兵はどこだ。母ちゃん、課長機が出るんだね。決心、もうすぐだ。品川の沖で軍艦の大筒が鳴る。それを合図に新橋から出発だ。なるほど、こんなところに隠しといたんですか。いよいよですね。なんだろう、ワクワクしてきたろ。六号の大橋が大音響とともに崩れ落ち、岡城家は真っ逆さだ。大熊も西郷も井上もこっぱみじんだ。何をそんなに汗かいてんだ。震えてるじゃねえか。いや、むしゃぶるいですよ。ソドのやつ遅いな。ちょっと見てきます。なりが赤さんもんだから。馬はお賞金千両。二千両でも高くはないぞ。欲が深いぞ。おろし気違いは相手に命がけだ。下手したらこっちの首が飛ぶ。おい、いいか、金手にするまではバカの場所を言うな。なんていう相手は鬼作くん。どこ行くんだ。鬼作馬どうした。いや、キゲイイヤナバ貴様、早く早くやれ。いやバカ、殺すんだ。
場には9時を過ぎる頃より招請を受けた外国公使領事が次々と到着。日本新政府の首脳もまた一堂に会した。参議大隈重信、法務省鉄道の神井上勝。状況を止める手立てはねえんですか。お前さんあるぞ。だな、目をつぶっておくんなさい。足があの岡城記の前に大の字になって寝ちまえば。バカバカもしてない。気持ちはありがたい。それで中心なくらいならわしがする。 Congratulations to you, sir. Thank you. Congratulations. Thank you. 井上君、今日はご苦労じゃろう。おかげをもちまして。先ほど面白い噂を聞いたぞ。ああ、不定の輩が岡城記に爆裂弾を仕掛けたという話だ。正常陛下や政府の要人をいっぺんに片付ければイギリスやアメリカは喜ぶじゃろうな。日本はたちまち奴らの野望の餌食せ。何のまじないだ。それを持っていると爆裂弾を投げられても機関車は転覆せんのか。たわけ者。井上様、お願いです。今日の式典の中止を正常陛下に奏上してください。そのようにお取り計らいくださいませ。それが万が一の大事を未然に防ぐ唯一の方法です。今ならまだ間に合います。今なら。井上様、それでことが済むならとうにやっている。勉強陛下に申し上げて全ての責任は私にありますと。腹を切ればいいならな。だがそれではことは済まんのだ。この式典には弱体な新政府の全ての威信がかかっている。すでに民衆は今日の日を待ち望んで数日前よりお祭り気分に浸っている。我らがそのように民衆を引っ張ってきたんだ。新政府の力をあまねく世間に知らしめてた。この民衆の熱気と興奮に水を差すことはできない。万一そんなことをしてみろ、その時新政府は土台から音を立てて崩れ落ちてしまう。お上のおばしゃがお着きになりました。やるべきことは、成し得ることは全てやったのか。腹を決めるんだ。正常陛下ご乗車。さんは何も知らねえっつってんだ。いい加減に帰ったらどうなんだ。いや、お葉さんは知っている。気味悪い。冗談だって。切り殺された二人の侍の死骸を見ちまったんだよ。一人は大きな目ん玉がーっと向いて血だらけでさ。いやですよ、女気味悪い。あ、横浜まで行った帰りに人だかりがしてるんでひょいっと覗いてみたらよ。お葉さん、えらいこったぜ。ほら、柳川に東堂とか言っている侍。あ、
人たちなんだよ。ゲイだな。どこだ、どこへ行ったんだ。ゲイ言うじゃねえぞ。いえ、言わないぞ。ロッポの河原で。ゲイ、おい、おようさん、おようさん、いけいけない。冗談はよしあい、おようさん。動くと撃つよ。あの人を邪魔しないで、あの人のやりたいようにやらせて。医者に考え違いしてませんか。あの人に命がけの望みを叶えさせてやって。動いていけない。本当に撃つよ。撃てやせん、おみちゃんには撃てやせん。いけない、そばへ来ないで。来ていけない。あ、ケーキピー、消して。
こまで来たら。バカな真似はやめろい。お前はどこまで落ちるつもりか。地獄までだ。仕方がない。わしはお前さんを殺す。一人旅は寂しくないのかい。じゃあこの人は俺がもらった。正直なもんだ。ところで、わしはあの日あやおこようさんに殺されそこなった。おみしゃんを止めに行くところを鉄砲で脅かされて、この人はおみしゃんの望みを叶えてやりたい一念でね。この勝負はおみちゃんの負けらしい。いや、ずっと前から負けだった。さあ、一緒に連れておいて。騒いだ時の流れ越えて、ほら